6月19日火曜日午前11時を回りました。ミスチルタヤが FM ラハカルチャンプルーの沖縄ドールスタジオから1時間生放送でお送りします。この番組はあなたのミュージックライフをサポートする創業66年宝楽器店、離れたくても離れられない沖縄料理ひとひねり離れ、あさと十字路沿い赤い看板が目印の琉球コスメハウス、お寿司もお刺身も食べ放題飲み放題居酒屋アパラギ、あなたの生活に健康を足し算、1たす2たす10たす、うまい安いでかい沖縄県内7店舗ジャンボステーキハンズ、お一人様も大歓迎、ラウンジオンザロードの提供でお送りします。始まりました。神奈川県出身沖縄在住9年の今日も明日もおそらく、いや、やっぱり25歳、長谷川みすずこと浮かれたパーソナリティミスチーです。たまにはタカリも一緒にやってくださいたまにはタカリもみすずちゃんも一緒に、せーの、ドンキャーありがとうございます。やってくれました本当にも、ツイキャスからコメントされてます、ライチさんアロハイサイということでカンプチさん投票いただきましたありがとうございます、今日もライチさんも投票いただきましたありがとうございます。今日は1時間楽しめそうでございますよろしくお願いしますということで、毎週火曜日は、純駆動書店那覇店の週間ランキングとなっております。純駆動書店那覇店に今日も可愛いスタッフをお招きして、番組前半はランキングトップ10の発表をしたいと思います。そして毎月第2、第4火曜日は第1、第3でした、タカリン、あ、すいません、第1、第3火曜日は、沖縄を変えた男の原作者松永タカリン先生をお迎えして1時間純駆動書店さんのランキングトップ10を一緒にやっていった後、後半は、FM 那覇を舞台にした本の言い訳という、恋愛小説を書いてもらっております。そちらも楽しみにしていてください。皆様からのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはtayaga@fmnaha.jp tayaga@fmnaha.jp 皆様から愛のあるメッセージお待ちしております。俺はクチャ。沖縄の海底に数百万年かけて積み上がった貴重な泥だ。この優れた泥で君の頭皮の汚れをキャッチ、さらに沖縄の天然成分で潤い、張り、育毛促進するのが得意なんだ。これで君の傷んだ髪もサラサラだ。まずはトライアルセット1200円からスタート。お求めはあさと十字路沿い赤い看板が目印の琉球コスメハウスまで。ラウンジオンザロード松山の隠れ家でミスチーとゆったり飲みませんか。松山大門閣ステーキハンズ横、ラウンジオンザロードは日曜祝祭日もやってます。俺はテンダーロイン。僕はランプ。私はオリジナルソース。大変、脂肪で覆われた柔らかいテンダーロインときめが細かく味に深みのあるランプが決闘です。憎い、もうダメ。二人ともこんがり焼けちゃって。仕上げは20種類以上の素材を使ったフルーティーな甘みのソースでみんなの旨味を引き立てて美味しくなるのにね。うまい、安い、でかい、ジャンボステーキハンズ。さて最初のコーナーに行きたいと思います。純駆動書店那覇店週刊ランキング。
純駆動書店那覇店より、6月18日月曜日発表の週刊ランキングトップ10を発表したいと思います。今日も純駆動書店那覇店よりコミック担当のみすーちゃんに来てもらってます。みすーちゃんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。久しぶりだね。1ヶ月ぶり、1ヶ月ぶりくらいでね、髪の毛伸びたねちょっとだけ前は来た時真っ黒だってね、髪の毛の色がちょっとだけ出てきたね、ちょっと出てきちゃったでしょ。いや、前の色落ちが、ね、色落ちが出てきちゃったよねということで今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして沖縄を描いた男原作者の松坂貴林、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、どうもです。今日すごいあの格好が浮かれてますね、短パン T シャツ。そうですね、やっぱね盛り上がってますからねどこら辺がですか僕が俺の中で盛り上がってるからね、はい、はい、ありがとうございます。ということでですね、早速ですけども純駆動書店那覇店の週刊ランキングトップ10を発表したいと思います。みすーちゃんよろしくお願いします。はい、第10位矢部太郎、大家さんと僕。第9位牧田善治、医者が教える食事術。第8位牧田善治、老けない人はこれを食べている。第7位松本佳代子、松本佳代子の一から琉球料理。第6位中村悟、沖縄はいつから日本なのか。第5位山田智雄、スタンフォード式疲れない体。第4位堀江貴文、10年後の仕事図鑑。第3位里中一人、本当は教えたくない軍用地投資入門。第2位かかずひとさ、先駆け歴を塾2。第1位高野照子、生きるって何。ということで昨日発表されました純駆動書店那覇店の週刊ランキングトップ10を発表しました。今回新しくランクインしているのが、あ、1個もない、1つもないですねあれ大変だ、前回と全く一緒、一緒っていうか、新しくランクインしたのがないっていうことで、そうしますとね、前回の矢部、第10位の矢部太郎、大家さんと僕、これたかりまた改めてランクインしたんですけど、なんか特集がなんか組まれたんですかね。先週あたら、改めてランクインしたんですよ多分ですね、うん、千葉哲也賞を取ったんですよ。あ、なるほど、なるほど、最近ですか。去年なんですけど、うん、あ、去年、はい。で、もう一回千葉哲也賞をやるので、はい、というか毎年やるので、はい、それに対しての前回作品ってことで、はい、新著書は仕掛けてるんじゃないですかねなるほど、新著書の方が仕掛けてるっていう、はい、なるほど、ありがとうございますみすーちゃん、何かこのトップ10で気になるのありますか。一から琉球料理、一から琉球料理ですか、ね、あの松本佳代子さんですね、はい、この方はなんか料理研究家とかなんかそういうのやってるんですかね。あ、松本料理学院の方、あ、なるほどでしたよね、おそらくあ、多分そう、どこにあるんですか松本料理学院って。以前泉崎にあった、 ありましたね。今もう移動しちゃったの。移動してるんですかね、ちょっと今な、うん、何か営業してるのかよくわからないんですけど、うん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 、なるほどなるほど。松本佳代の一から琉球料理、どうしてみすーちゃん沖縄の人でしょ。あ、沖縄の人です琉球料理が改めてやりたい。いや、人参しりしりって人それぞれだなと思って作る。今まで聞いたのってどんなのがあった。あ、いや、私んちの人参しりしり、うん、しりしり行きじゃなくて大根おろし あの千切りやってるの、細いんですよ、うん、すごく細いね、はい、うん、ただ売ってるやつ、公設市場とかで売ってるやつって太いじゃないですか、うん、そうだね、なんで、うん、作る過程によって違うのかなって。たかりんどうです、人参しりしりありますしりしり用の。ないですないですよね、はい、私もないですけども、別に大根おろし
でもそれすごいもう細いです、酢の物みたいな感じになるよねふわふわでふわふわになるよね、はい、なるほどなるほど、同じ人参しりしりでも家庭によって違うと違うのかなとか思いながらチラチラ見てたんですね。ああなるほどなるほど、なんか他に気になる料理ありました、琉球料理で。松本佳代子さんの出してる一から琉球料理、また一からっていうのがいいですよね、多分誰でもこの習いたいと思う人が手に取りやすい本なのかなと思いますけども、はい、今の季節だったらモウイリチいいんじゃないですか、モウイがいっぱい今旬じゃないですか、なるほどなるほど、大量に、はいはい、消費できていいんじゃないですかね。ちなみにモウイって沖縄に来てから知りましたけどもえだから知らなかったよね、知らないですね、うん、モウイって何ですか、こういったウリ科ですよね、ウリ科です、ね、渋いに似たような、うんうん、渋いって日本語ですか、渋いって日本語かなあ、冬瓜ですね、あ、冬瓜、そうそうそう、冬瓜に似たような感じのもういい、なんかちょっと見た目大根に似てるよね、あの料理すると透明に近い感じで、そうですね、うん、見た目はもう茶色くてなんか海にいるナマコに似てるような茶色いナマコみたいな、はい、ありがとうございます。タカリンはこのトップ10で何か気になるのありますか。やっぱ矢部太郎ですかね、新潮社、はい僕ね矢部さんとね一回舞台だったんですよ、うん、あ、はいはい、舞台でやった舞台ってどういうことですか、うん、M1 で、あ、はい、僕が M1 を出た時に出たんですよ、いつですか、いつですか2006年ぐらいかな、え、M1 って俗に言う M1 ですか、はいはいはい、あの M1、 あのお笑いの M1 ですか、はいはいはい、で、もうその時からおじさんだったん で相方はもっとおじさんだったんですねで、予選は初聞きなんだけど M1 出たっていうの、はい、うん、でそうすると、うん、結構一次予選は、うんうん、もう高校生とかすっごい若い子たちばっかなんですよ、うんうんうん、そこに40以上のおじさんが出てると、うんうんうん、もうなんかね、浅草芸人のなんかベテランが来たみたいな感じでね、違う、だからなんでまず出ようと思ったの、一発逆転しようかなと思って、あーなるほど、はい、その相方さんはどういう関係だったんですか、同じ編集部の、なるほど、はい、それで2人で出ようと思ったんですか、はい、ちなみにネタはどちらがお作りになられたんですか、ネタはね相方が、うん、相方が作ったんだ、はい、なるほど、お互い頭がいいからね、でもねぶつかんなかったですよ、ネタに関してはタカリン、いやぶつかりましたよ、もちろんそうだよねあれね、ほんとね、うん、喧嘩しますね、あ、漫才って、そうなんだ、うん、でも多分タカリンとその、ちなみに何ですか、このコンビ名は何ですか、あ、コンビ名は、はい、ウルグアイパラグアイウルパラ、ウルグアイパラグアイ、ウルグアイパラグアイ、どういう意味です、ウルグアイパラグアイ、まあ別に意味ないですけどうん、うん、まあそういう、そういう国があるんですけどね、はい、うんうんうん、そうですよね、うん、別に意味はないですけど、めっちゃ掘り下げる私で、一次予選どこでやったの、一次予選の東京晴海ってとこでやったんですけど、うんうんうん、で2時まで行って、はいはい、で、空手家の矢部さんが2時まで行ったんだ、すごい、はい、が隣にいたんですよね、はいはい、二次予選の時ですか、はいはい、で矢部さんがよろしくお願いしますって僕らに挨拶してくるわけですよ、うんうんうん、空手家の矢部さんってでも空手家自体はコンビですよね、コンビで、その時はまだ本とか、矢部さん、うん、そう、矢部さん、矢部さんはもうその時あれですよ、ちょうど番組降ろされた時で、うん、どうしてこの人ね、もともと知的なんですよ、知的でセンスある人なんですけど、股間を描く癖があって、そうですね、緊張すると股間を触る癖がありますよね、それね、生放送でね、ずっと、うん、触ってて、触ってて、うんうん、で降ろされちゃったんですよ。そうなんですよね。そう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 、わかります。ちなみにですね、何でしたっけ？ツイキャスからコメント来てます。どっちがウルグアイですかと。どっちだったっけ？僕がパラグアイですよ。相方ですね。なるほどなるほど、はい。相方がウルグアイさんで、タカリンがパラグアイさんで。じゃあ今度パラグアイタカリンって呼んでるんですか？そうですね。でも一つだけ僕自慢があるのは、あ、何ですか、何ですか、みんなわーってやるじゃないですか、うんうん、でそれは絶対やめようと思って、え、どういうこと、どういうこと、どうもーみたいな感じで、どうもーってやるじゃないですか、はい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 、それはやめようと思って、うんうん、ゆっくりゆっくり歩いて、はい、なんかポーズを決めたんですよ、はいはいはい、でそれをねパクったんですよね、あいつらが、どいつら、あのトゥース、トゥースって春日たちが、春日、何でしたっけ、あなたたち、何でしたっけ、あいつらでも確かに入り方があれですよね、こうオードリー、オードリーがあれ俺らが先にやったんですよでもめっちゃイメ
でつくんだけど、タカリンと相方がこうって両端から出てくるの？両端が出てきて、相方だけは先に行って、なるほどで俺が本当にオードリーみたいな感じでやったんですよ。春日みたいな感じで、春日で、うん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 、なんだ通用するじゃんなるほどなるほど、ありがとうございますと思わぬ発見がございましたけども、その時にお会いしました。そうですね、すごいいい方でしたね。はい、ありがとうございます。この間ですね、第2位の先駆け歴史塾の加賀津仁佐さんがこの、あの FM 那覇にゲストさんで来てましたね。加賀津さん、加賀津さんが、はい、ゲストで来てました。加賀津さんいい人ですよね。どなたかの番組で、うん、たまたま見たんですけども、ありがとうございます。そしてライチさん、もういキンキンに冷やして薄くスライスしてシーチキンと薄口醤油で和えたら最高ですよということで、美味しそう。もういをキンキンに冷やすんだってことは、一旦冷凍庫行きってこと？冷蔵庫？冷蔵庫でいいのあ、そう薄くスライスシーチキンと薄口醤油で、もうこれ確実にこれつまみですよねですねはい、ありがとうございます。ということで以上、純駆動書店那覇店の週間ランキングトップ10でした。あ、ごめんなさい、1個ありましたね、新しくランクインしたのが。第5位の山田智夫さん、スタンフォード式疲れない体、これが新ランクインじゃないですかね。山田智夫さん、スタンフォード式の前回何だった？スタンフォード式ね、眠る感じだよね、うん、いい睡眠みたいな感じですね。あ、そう、そんな感じですね、うん、なんか確かね、あ、最高の睡眠です。あ、最高の睡眠、はい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 。え、同じ人？山田智夫さんじゃなかったでしょ、でもその時最高の睡眠の時は西野、あ、清春、西野清春さんかな。パクリですか、じゃあ。でもそこに書いてあるってことは多分スタンフォード式シリーズってことだよね。そうですね、3マーク、どちらも3マークから出てるらしくて、はいはいはい、スタンフォード式って書いて、その3マークさんがこの書く人を選ぶんじゃないですか選ばれたいな早く。ちなみにタカリンだったらスタンフォード式何になります？お見合式ですけどね、僕はねまずスタンフォード式じゃないっていう、その時点でもうじゃないって言います。お呼ばれされないそっか、沖縄式ね。なるほどなるほど。おぎの式、おぎの式、ミスちゃん分かる？おぎの式分かんないよねも、うん、分かんなく、もうすぐ分かるよ。こ違う、この顔分かってる。おぎの式、おぎの式、本当に分かんない。分かんない。あ、そっかそっかそっか、出ました出ました、本当にもうここら辺でやめていきましょうかねはい、ということで、純駆動書店那覇店週間ランキングトップ10でした。ここからはですね、純駆動書店の全国版ランキングトップ10に行きたいと思います。第10位、水戸正和、サラリーマンは300万円で会社を買いなさい。第9位、池澤彩香、簡単便利、今からスマホ。第8位、牧田善治、医者が教える食事術。第7位、矢部太郎、大家さんと僕。第6位、今泉忠明、残念な生き物辞典。第5位、デイビッド・キラー、1日1ページ読むだけで身につく世界の教養365。第4位、河合雅史、未来の年表2。第3位、今泉忠明、面白い、進化の不思議、続々残念な生き物辞典。第2位、菅井優香、フィアンセ、菅井優香ファースト写真集。第1位、健丈徹、読書という荒野。純駆動書店の、全国版週間ランキングトップ10でした。今回もですね、純駆動書店、全国版ランキング7位の矢部太郎、大家さんと僕が那覇店では第10位に入ってます。
そして全国ランキング第8位牧田善治医者が教える食事術が、那覇店では第9位に入ってますね。この2冊が、今回は被っておりますが、タカリン今回全国版のトップ10を見てみて気になるのありますか。やっぱ賢者トールですかね。あ、やはりトールちゃん厳冬者代表取締役社長大嫌いですけどね僕は。で言うと思ったんです私、うん言うと思ったんです。この方はたびたび本は出されてるんですか。うん、僕あんまりあの、ね、よくないと思うんですよ。どういうことですか。あのもともとこの人角川の編集者で、はい、すごい、すっごい有名な編集者で、はい、もう大作家先生の心をわしづかみする、はいはい、すごい名物編集者で、はい、そこから独立して厳冬者を作った人なんですけど、はい、まあね、いろんな噂がある人で、うん、はいはい、まあ、そんな噂はいいですよ、うん、はいはい、僕ね、あんまりそうやって、なんていうんですか、うん、なんかタレントみたいに、はい、なんか自分がモテ立って出るのって僕あんま好きじゃないんですよね、うん、あの要はこれ編集者とかってことですか、うん、まあ、社長なんですけど。あ、社長が、はい、ってことは、はい、厳冬者があんまり良くないってことですよ余裕がある版元の社長は、はい、表出ません、そんなの。あー、なるほどね、うん、そういうことね、はいはいはい、余裕が、まあ、あるないとかで考えると出し本を出してるって時点で、まあ、まあね、広告塔ですからね、この人が。うん、まあ、僕好きじゃないですね。でもこのさっき名字調べててあのみすずちゃんと思ったんですけど、これ賢城って読むんですね。見るに城と書いて賢城、賢城徹さん、びっくりしました。お会いされたことあります。いや、挨拶はしたことあるんですけど。あ、なるほど、見かけたことはあるんですね、はい、さすがですね。でこの人 そのナンバー2の人がよく沖縄に来てるんですけど。あ、へー、はい、その方も厳冬者の方ですか。厳冬者のあの人の奥さんですよ、はい、また名前が出てきますけど、女優、女優、いやいや、あの大作家先生、 誰もが知ってる女優、女流作家の先生の、うんうんうん、誰、何の本書いてる、小説ですか、小説、小説、もう、うんうん、おいくつぐらいの方ですか、みすずちゃん、わかんない、ね、誰だったっけ。え、ランキングとかにも入ってます結構最近本出してないんですけど。最近出してない、名前聞いたらすぐ分かる人なんですけど。本当ですか、調べましょうね、じゃあね。今回ですね、今1位の、タカリンが気になっているのが、全国版1位の賢城徹さん、厳冬者の社長ですね。読書という荒野で、今回ですね、新しくランクインしているのが第9位の池澤彩香、簡単便利今からスマホ、そして第5位のデイビッド・キダー、1日1ページ読むだけで身につく世界の教養365、そして第3位今泉忠之、残念な生き物辞典続々ということで、前回は続までだったので新しく出ましたね。そして第2位の、菅井優香、欅坂46ですね、フィアンセファースト写真集、1,2,3,4 この5冊が、ランクインし、新しくランクインしております。みすずちゃん、なんか全国版で気になる本ありますか。続々残念な生き物辞典、もう聞きますこれ、純駆動にも、あ、ありますよ。あ、本当ですか。ただ、うん、そんなに残念な生き物いっぱいいるんですね。なるほど、なるほど、なるほど、その通りですね、本当にね。残念じゃないかもしれないですね、本当はね。あ、そうね、勝手にね、人間がそう思ってるだけでっていう。でも人間も意外と残念な人間多いよ。そうそうそう本当ですよ。もう本当に逆に残念な生き物、まあ、生き物なので、ここにもしかしたらあの10回目で残念な生き物時点の中に人間が出てくるかもしれない。タイプ別で、そうそうそう、動物目線から見た人間ね。あ、そうそうそう、それやろう、うん、それやってください、うん、なんでこの人間基準で考えるじゃないですか。まあもちろん本とか出すのも人間なんですけども。あ、それやろう、面白いですよね、うん、本当にね。ということで、みすずちゃんが気になるのが残念な生き物辞典続々ということですね。私ね、今でもこんな本売れるんだと思ったのが第9位の簡単便利今からスマホ、なるほどと。これは NHK テキストの趣味ドキっていう番組からなんですけども、やはり今からでもスマホってあれですかね、タカリン。そういえばタカリンどうなった、スマホにした、スマホにした、しないですよ。前タカリンスマートフォンにするしねとか話をしたけども、してないんだ。してないんですよ、もう、ね、LINE ができなくなっちゃうと。ああ、ね、でもね、大変ですよ、うん、そうですよね。この間、昨日地震あったじゃないですか、大阪で、はいはいはい、でこの時に電話の回線ってなかなか通じないじゃないですか。
なんだけども LINE って通じたんですよ。なるほど。でそれで今年の初めにこの沖縄に住んでる方が、実家が大阪なので、はい、大阪にお正月に帰った時にお母さん両親にスマートフォンを買ってあげて LINE をずっと教えてあげたんで、 LINE のやり方をずっと教えてあげてて、で今回半年後のこの地震があって、で LINE をあの時一生懸命教えといてよかったっていう風に言ってたんですよ。なるほどね。だから電話が多分今でも混線してると思うんですけども、その中で比較的早めにこの親のこの安否が確認できたっていう風に LINE のおかげで。ああ、ね、いいですね。そうそうそうなんですよ。だから LINE のあとね、多分皆さんスマートフォンってこの打つってイメージがあると思うんですけども、 LINE なんかもそうなんですけども、この言葉でボイスですね、ボイスで打ってくれるので。 LINE ですか？ LINE はボイスで反応してくれるので全然いいと思いますよ。よくあの観光客の特にこの中国人系の方たちって携帯に、スマートフォンに話しかけてるの知ってます？話しかけながら歩いてるの、はいはいはい、あれって中国語って、漢字が同じ漢字ばっかりなので音で反応させるんですよ。 LINE が漢字変換するのに音で変換するので、みんなこのあれ喋ってるんじゃなくて LINE に対してこのいろいろとこの検索してたりするんですよ。あ、そういうことなんですか？うんうんうん、どこどこに行きたいんだけどとかっていうのを LINE で検索してるっていう、喋りかけてるっていう。なのであのスマートフォンイコール打つではなく、言葉でボイスでやり取りできるのですごいですよ。高に本当にそれ LINE だけ？ LINE だけではないと思います。でもね、今世界的にも特に日本では LINE がすごくね、有名っていうか、もうほとんどの連絡網がね LINE なので。いや本当ですよね、もう仕事も LINE ですよね。そうでしょ。僕ねパソコンで一応やってるんで LINE はあるんですけど、わ、うん、かりますよ。一旦外に出てしまうと、はい、あのショートメールでまず送って、うん、あ、ちょ出る前に今から外に出るのであの LINE が使いません、あのショートメールでお願いしますっていうのをいちいち送るんですよね、人に。すごい迷惑じゃありません？そういうの、うん、迷惑、迷惑ですよね。なんかそういった意味で特に全然あのスマートフォンで LINE がもし必須となるんであれば、あの全然ボイスでできますよっていう話を。なるほどね。はい、あります。いや 僕ね最近ずっと家にいるんで、うんうんうん、あのまあ別にパソコンでいいかなっていう。そうそうそう、あまり困らないんでまだいいかなと思って、うんうん、なるほど。じゃあ困った時がありましたら。そうですよね。ぜひ。でも高に困った時はもう遅いよ。遅いんだろうね。よろしくお願いします。ということで、ですね、純駆動書店全国版の週刊ランキングトップ10でした。さてここからは、純駆動書店那覇店の、コミック担当みすずちゃんのおすすめやお気に入りまたは好きな本あったら紹介お願いしてもらっていいですか？はい、今日もコミック持ってきました。コミックです、はい、全部。あ、全部コミック、はい、お願いします。楽しみ。はい、1点目ダーリン・ザ・フランキス、今アニメやってます。おー、ダーリン・ザ・フランキス。ダーリンと女の子もなんだっけ、ゼロツーです。ゼロツーね、そうそうそう、見てますよ。見てますよ、もちろんもちろん見てますよ。かなりの、あのちょっと私説明してですけど、ちょっと高田に説明してみましょうね。このダーリン・ザ・フランキスっていうこの漫画なんですけども、今アニメで、まあ、第2期的な感じで ね、シーズン2に入ってるんですけども、あの若い子たち、多分14歳以下だよね、うん、の子たちがこの機械に、いわゆるまあ機械、まあ、ガンダムみたいな感じあれに乗ってあの国を守るみたいな形なんですけども、その子たちの染色機能がないんだよ ね。染色機能がなくて、でこの男と男女2人ずつのペアで操作するんだけども、そこでね、いろいろとね、この性の勉強だったりとかちょっと違う思春期、そうそうそう思春期だからそういう気持ちは芽生えるんだけども、生殖機能がないからなかなかこのキスとかの意味もわからないし、キスって何なんだろうみたいな感じだったりとかっていうのがあるんですよ、たかり。そんな2人、ペアでこのロボットに乗るっていう話なんですけども、でそんな人たちがこの国を救うっていう面白いね、だんだん面白くなってきてるよ ね、はい、だんだんなんか神髄に入ってきて面白くなってきてますけども、あと何話かで。これ何で連載してるんですか？あ、これもともとアニメが原作で、あ、そうなんだ。後から追ってコミカライズしたっていう形なんですね。あ、へ、面白いよ ね。主人公のゼロツーがね、自分のことを僕っていうの僕っ子ですね。そう、僕っ子、すごい可愛いよちょっと今大まかに言いましたけど、まあ、根本的にはこの若い子たちがあのロボットに乗って国を救うっていう話よね。ですね、うん、よくあるただちょっと内容がね、そうそうそう、そんな感じです。ありがとうございます。はい、はい、他にお願いします。はい、猫の日
猫の日、これはどういう内容ですか？すごく可愛らしい絵が描いてあるんですけども、猫が主人公なんですけど、うんうん、やってること人間の中残念な猫自体が残念ですからね。残念ですね、うんうん、フレンチトースト作るよだれ垂らしてるみたいな。なるほどなるほど。これは飼われてる側から見てるの、それともこの子が主人公としてなってるの？主人公はこの猫です。ただ別に猫じゃなくても大丈夫な、うん、なるほどな。そこをあえて猫にして、ね、あえて猫にしてるだけの。いや今猫ブーム半端ないもんね。すごいですよね。うん、そこに乗ったなその方乗ったな。ちなみに今1巻って書いてありますけども、2巻まで出てます。2巻も出てる。なるほど、はい、なるほど。この作者ウサギも、あ、ウサギのやつも書かれてて、はいはいはい、名前をちょっと忘れたんですけど、うんうん、このウサギのやつもこういうなんか緩い感じのキャラクターになってるの？緩いですね。可愛らしい絵ですね。こういった、うん、多分ツイッターとかでもうバーって見るんで、うん、もう何も考えずに見れて面白いなみたいな感じでタカリンさ、はい、何も考えずに見れてっていう褒め言葉ですかね？いやね読んでくること自体嬉しいですからね。もちろんもちろん頭空っぽにして見れるんで、うん、素晴らしい。わかります。いいと思います。何かもうなんつうの、何も考えずに済むなっていう時に読みたい本ってことよね。はい、猫の日ということでありがとうございます。もう一冊ありますか？はい、仲良し番外地。なんか絵がすごいことになってるんですけどもこれ表紙がですね、ちょっとまあおっさん2人ですね。ちょっとこの1人のおっさんはこの坊主で化粧すごいしてますけどももう1人はこの頭に反り込みが入ったサングラスかけたちょっといかつい感じのおっさんたちが抱きついてますけどもどういう BL ではないです。BL ではないはずです。そうでしょうね、うん、これで BL はちょっと困るよどういう内容なんですか？なんかすごくギャグっぽい感じ。ギャグっぽい感じです ね。すごい楽しそう。で、うん、兄貴が大好きな下っ端みたいな感じで、はい、見えますかね見える。今さ、私このパッてみすーちゃんが開いたページがくしゃみを、男性2人がくしゃみをしてるシーンなんだけども、これ確実に化粧がキスでしょ。これキスだったっけ？なんだっけ、ヘビメタの、だから今からヘビメタのなんだっけ、こういう化粧してる、うん、キスだよね、うん、キス、そう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 、キスの化粧だよね、これね面白そうですね。面白いです、うん、これはみすーちゃん読んだの？あ、チラチラ、これもツイッターでやってるんで、だいたい最近ツイッターで人気になったやつが書籍化してるとかが多くて、へぇー、はい、だからツイッターから入ったわツイッターはわかんないんだよなツイッターわかんないよね、うん、日本、いや、うん、一応全部入ってますよ、僕、うん、一応フェイスブックも全部、なんだっけ、インスタも、うん、うんうんうんツイッターも、うん、ツイッターも連絡取れるっていうじゃないですか、ダイレクトメールで。あ、なるほど、そうだね、うん、あ、そうそう、取れる、はい、うん、そうだね、確かに。あと、先ほどの地震の話なんですけども、テレビとか壊れた場合とか、なかなか見れないじゃないですか、うん、そうすると、多分スマートフォンとかもし手に持っていたら、YouTube で地震って検索すると24時間速報が流れてるんで、これもまた便利の一つなので、はい、よかったら皆さん覚えておいてください。あ、アベマ TV もネットがあれば見れますかね？アベマ TV はでも入ってないと、YouTube はこの誰でも見れる感じになってるんで、はい、ぜひぜひ皆さん地震で検索すると YouTube は、ね、24時間速報流してますので検索してみてください。ということで今回みすーちゃんが持ってきた本は、猫の日とダーリン・イン・ザ・フランキスと仲良し番外地、はい、を持ってきてくれました、はい、ありがとうございます。タカリン、ちなみにこの3冊の中で気になるのあります？これ僕仲良し番外地仲良し番外地良さそうだよね。これいいですね、うんうん、私も思いました楽しそうだよね、本当にね。私も結構好きですね、そういうギャグっぽいの。なかなか今時珍しい画質ですよね、うん、どんな画質です？画質っていうかそのこういう、うんうん、タッチ、うんうん、ちょっと細かい感じですかね。どんな？なんだ、濃いって感じ。濃い、うん、なるほど、わかりました。劇画調みたいな。はいはい、わかりますわかります、ありがとうございます。ということでツイキャスからコメントありがとうございます。ですね、ジュンさん、ラジオの前のオーディエンス、ブエノスディアンス、ディアス、ブエノスディアス、
今日も明日も明後日もそして明後日までも29歳純駆動大好き中年芝居太郎博士でございます。ありがとうございます。そして山ちゃん久しぶりです。キャススタンプありがとうございます。ということで、今日は純駆動書店那覇店よりコミック担当のみすーちゃんに来ていただきました。みすーちゃんありがとうございます。はい、ありがとうございます。以上純駆動書店那覇店週刊ランキングトップ10でした。コマーシャルです。あー、ライブ最高に良かったね。やっぱりさ、ギターで女子の弾き語りかっこいいよ。私もギター持って歌いたい。マジ？じゃあギター買わないとでしょ。だよね、まずはギター買わないとだよね。とりあえずあそこ見に行ってみる。あー、あそこね。あなたのミュージックライフをサポートする創業65年宝楽器店。沖縄料理ひとひねり離れの名物はみ出るハラミ丼食べたことある？丼の中に敷き詰められた輝く白いご飯の上にジューシーなハラミが何層にも重なって器からはみ出てるの。それはまるで丼に咲いた椿のよう。ぷっくりとした卵の黄身と熱々ご飯をハラミで包み込んで頬張った時の弾力と柔らかい口当たり、あの味が忘れられないのよ。ねえみんな、離れのはみ出るハラミ丼食べに行かない？問題、1たすには3。いいえ、1たすにはジスタス。ジスタスは健康、美容、リラクゼーションが楽しめるフィットネスクラブ。那覇、浦添、三郷の3店舗であなたの生活に健康を足し算しちゃいましょう。詳しくはジスタスで検索、または098-868-0758までお電話ください。1たす2たすジスタス。番組の後半コーナーに来てと思います。たかりんの火曜日の梅草。沖縄を変えた男、原作者松永たかりん先生によりますコーナーとなっております。今ですね、 FM 那覇を舞台にしてほんの言い訳という恋愛小説を書いてもらっております。今日も、お付き合いいただけたらなと思っております。たかりん先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。ういっす。前回ですね、結構あの私登場人物のミスチーとミスオさんの、はい、なんとなくの決まってましたけども、はい、前回がですね、リスナーさんと一緒に決めてもらったのが、みすおさんの職業、はがき職人の、ラジオネームですね。はい、これが深剃りになってますけども、 あれ深剃りじゃなかったっけ。何でしたっけ。あれ深剃りじゃなくて何でしたっけ。カミソリ負けでした。あ、カミソリ負けだ。そう、カミソリ負けです。もう本当にカミソリ負けで大丈夫ですか。カミソリ負けです。深剃りとかめっちゃウケるんだけど。カミソリで負けです。はい、カミソリ負けですね。はい、ペンネームね、カミソリ負け、はい、お願いします。はい、カミソリ負け、はい、カミソリ負けですね。ということでですね、今日はですね、前回登場人物のミスチーの、もうちょいもう一回言いましょうかね。はい、身長164センチ、体重54キロ、年齢34歳、血液型 A 型、職業ラジオパーソナリティ、性格姉御肌、願望結婚には憧れがあるけれども積極的ではない、生活スタイル酒飲み、趣味美術鑑賞、そして、これ私が恋愛する相手ですか。みすおさんは、そう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 、 OK です。みすおさん身長170センチ、体重68キロ、年齢38歳、血液型 B 型、職業港湾事業者、夜ははがき職人、ペンネームカミソリ負け、性格新しいのは私の言いました。はい、うん、
性格オタク、前回はオタクだけだったんですけど、新しく敏感派だって入ってる、うん、しかもこれ性格じゃないでしょ、性格ですよめっちゃウケる。願望、思いを全て叶いたい。生活スタイル、ギャンブル好き、趣味漫画ということで、いいですね。いい、そうですね、はい、今日はですね、みすおさんの名前、決めましょう。名前決めます、はい、大丈夫です。たたかりのやりたいようでいいですよ。なんか違うのにします。いや、うん、名前を決めましょう。名前決めます。私が長谷川みすずで、一応あの小説の中に出てくるのはミッチーじゃないですか。ミッチーでいきましょうね。ミッチーで、はい、うん、行くじゃないですか。で、みすおさんもフルネーム決めます。フルネーム決めたいですね、うん。でね、この相手は、例えば誰かいる、はい、モデルがいた方がいいですかね。いや、いなくていいんですか。例えば FM 那覇の社長だったりとか、このジュンク堂の店長だったりとかっていう、じゃなくていいですか。じゃなくていいですね。はい、わかりました。じゃあもう思いっきり決める感じで、うん、だって、うん、それいろいろ支障きたしませんかね。そうだね、きたしね、うん、そっか、ギャンブル好きとか言ったらきたしちゃうもんね、うん、そっかそっか、言われてみたらそうですね。ということで、じゃあ名前決めましょう。名前決めましょう。どうしましょうかね。いつもどういう風に決めてるの。いつも、うん、いつも、うん、いつもあれか、もうほとんどドキュメンタリーだもんね。そうそうだね。でも今書いてる時は、いやでも決めてますよね、しっかりね。ですよね、うん、どんなですか。全然人の名前を決めるとか誰、初めてなんですけども、なんか結構パクってますけどねどこら辺を、どこら辺をなんか全体的に合わせるみたいな感じ。いや名字と名前をいいなと思った、うんうん、なんか映画なり本なり、あ、なるほど、芸能人なり自分の友達なりのやつ をパクってますね、うんうん。じゃあさ、例えばすごく安易な発想だけども、はい、みすずが今思いついたのが、はい、名探偵コナン の、はい、主役の男の子が、はい、江戸川乱歩 と、はい、なんだっけ、なんとかコナンを取って江戸川コナンなんですけども。あ、そうなんですか。そうコナンゴール、コナン、何だっけ、ゲイル、コナンドイル、コナンドイルコナンドイルと江戸川乱歩を取って江戸川コナンって言うんですよ。あ、まあ、僕もそんな感じですよ。なんかですね、結構ツイキャスからコメント来てますよ、ライチさん、本田圭介ダメでしょ。ああ、旬だからね、うん、本だけギャンブルこれ、ジュンさんなんて読むの、これ、わかります。モーコハンもダメでしょ。モーコハンでもいいのか、お尻のやつですよね。そうモーコハンってなってるけどもカンパチさん、鈴木ドナンドナンって何でしたっけ。渡る難しいですよね、あれは。 何島でしたっけ、ドナンに行くのは。何さ、ドナンって、んお酒でドナンってあるの知ってます。分かんないです。ね、あれ何島だったっけ。一応最南端、最南端ってどこでした。最南端は、はい、最南端、はい、最南端は、ヨロン、あ、ヨロンじゃない、あれ、うん、どこ、あれですよドクターコトーがやってる島。どこ何でしたっけ。分かんないドクターコトーの島ですよ。なるほど、ちょっと今調べます、はい、ドナンは、ですね、どこだっけな、国泉泡盛国、与那国、与那国、うん、そうです、与那国島のドナンってお酒があるんですよ。あー、はい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 、渡る難しいって書くんですけども、はい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 、与那国には難しかったので渡るのが、はいはい、それでドナンって意味なんですけども、はいそう、渡、そう、ライチさんありがとうございます、当たってました、与那国。鈴木ドナンさん、最南、これ何、みずほ、随泉、随、最南、随、これなんて読むんだっけ、じゅんさんの。果てる間違いますよ。ちょっと待ってください、ね、あ、見えます、すみません、更新されてます。最南端、最南、もう名前さ、最南端、あ、なるほど、これ名前、最南端さんでしょ、これ多分、うん、最南端どんなですか。なんか私的にはこのギャンブル好きとか敏感肌、公安事業者っていうところの何か、例えばギャンブル好きだったらパチンコとか競馬とかなんかあるじゃないですか。そうですね、そのパチンコの専門用語から取るとか何かを、はいはいはい、はい、だったり、オタクならオタクとか敏感肌って言ったら、私的にはなんとなく資生堂が思いつくんですけども、
石清水とか、石清水、そう、石清水、石なんとかさんとか。ああ。なんでしょうね。な、あ、いいですね。うん、敏感肌さんはいつもこれすごく気を使ってるから資生堂の石清水しか使わない。ああ、いいですね、いいですね。なんだけどもいつも敏感肌。綺麗な名前にしますか、じゃあ。あえて。いいですね。でも見た目はもうチンチクリンで。チンチクリン。その石清水みたいな綺麗な名前。はい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 、いいですね。ライチさんやめて、弱酸性ビオレ。ビオレさん で何、あだ名がビオレ。ビオレにしようか、あだ名。やめて、あだ名。いや、いいですよ、あだ名。あだ名がね、うん、あだ名ビオレ。ビオレって何でしたっけ、洗顔。洗顔する、こういうやつでしょ、ちょっとちっちゃめの箱のやつでしょ、箱じゃなくて、はい、はい、なんかありますよね、うん、ビオレの、パッケージ、はい、いつもなんかその肌質が敏感だからビオレを使ってるから、うん、あだ名ビオレね。あだ名がビオレ、わかりました。ありがとうございます。いいですね。味噌じゃなくてビオレ。なるほど。あ、そう、顔食品ですね、ビオレは。あ、顔ですか。顔から出てますね。あ、そのちっちゃいやつ、これポンプのやつですね。そう。かわいいやつ、ね、ビオレ。うん、じゃああだ名が、味噌さんのあだ名がみんなから呼ばれてるあだ名が、ビオレ。ビオレ。わかりました。ビオレだから。味噌じゃなくてビオレになりましたね。これ、あ、はい、わかりました。これがね。そうじゃなくてビオレになりました。本名が、綺麗な名前と、本名というかフルネームが、そうですね、なんか、うん、石清水みたいな感じで、なんか綺麗な綺麗なでしょ、はいはい、フルネーム欲しいですね、なんかね、欲しいですね、うん、綺麗な、なんか石清水みたいな感じの綺麗な感じの名前のライチさんもジュンさんもこのマリンさん、入ってないってことでありがとうございます。あとマリンさんありがとうございます。初ですかね、マリンさん、うんうん、マリさん笑ってしまった、ね、ありがとうございます、笑ってしまったということで、よかったです。ライチさん、清水光太郎やめて、もうこれ、実はこれ清水と書いて清水って読むとかね、清水、うん、清水、なるほどね、うん、まあまあでもまあまあまあ、うん、なるほどね、なんかいろいろと、なるほどね、マリンちゃん、ラッちゃんか、ありがとうございます。ラッちゃんはですね、北海道出身の方ですね、今現在北海道に住んでます。星野哲郎やめて、じゅんさん、本当に星野哲郎、なんかね、違うな、もうちょっと綺麗なやつがいいな、もうちょっと綺麗がいいんですよね、うん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 、なんだろう、綺麗ってちょっと大まかすぎるよね、本当に石清水みたいな感じ、そう本当にね、響きが、うん、そうそう、響き、そう響きだな、そう、うんうん、なんか伊集院とかそうじゃなくて、なんか響きがなんか綺麗、響きが綺麗なやつ、綺麗な感じで、なんかですね、カミソリ負けから取ってみようかな、カミソリ負けの、カミソリ切れる、綺麗に切れる、ソルティーター、ソルオさん、ソルオさん、深取りさん、なんでしょうね、難しいな、皆さん待ってますよ、本当にライチさん、ソリマチキヨタさん、ソリマチキヨタね。ラッチャーさん、まさかの出川哲郎、これカンパチさん、花畑なんて読むの、カンパチさん、花畑翔、翔、うん、花畑翔、花畑か、うん、違う。みんな考えてくれてるのに違うとかっていうのかわいそうですね、すいません、なんだろうな、あ、サクか、花畑サク、あ、サクか、サクさんか、すいません、あ、ラッチャーさんもカンパチさんもありがとうございます。いえ、サクいいですね、石清水。石清水って響きですよね。作業がいいのかな、石清水。ね、作業がいいんですよね。作業がいいのかな。ね、港湾事業者、はがき職人、ペンネームがカミソリ負け。そうね、あのペンネームがカミソリ負けって言って、結構な勢いでこのとんがってるから。はいはいはい、とんがってないから、カミソリ負けちゃってるのか。負けちゃってる。ビオレさんだからね。ビオレさんだから。やっぱり綺麗な名前でいきたいな、本当に綺麗な名前でしょ、うん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 、なんか、うんうん、なんか願望が思いをすべて叶いたいだから、生活スタイル、ギャンブル好き、趣味、漫画、性格、オタク、そして敏感肌、血液型、B 型、なるほど、じゅんさん、佐々木か、まあ佐々木、例えばさ、ミッシーさんの友達で、綺麗な名前、綺麗な名前、あ、この子綺麗な名前なんだって、なんか思い浮かぶ人います、まあ女の子にでも何でもいい、女でもいい、うん、もちろん、さ、え、みすず。
あ、綺麗だった。これ以外ちょっと思いつかないんですね。あ、でも本当作業っすね。なんか作業かなーって。さあさあ、うん、鈴木、うん、さあ、し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 ののめ、しのべ、しののめ製薬、しののめ製薬、あ、知らないです、しののめ。なんかそういうなんか長ったらしい文章よくないですか。え、この人さ、出身どこですか、ちなみに。この人、はい、ビオレさん。ミッチーは別に神奈川出身ですか。沖縄、沖縄の話ですよね。そうだよな、うん、ってことはじゃあ、はい、ビオレは沖縄の人ですよね。沖縄ですよね、はい、そうしましょうか。私、沖縄の話で、私出身神奈川県ですけど、ミッチーさんは神奈川県出身でいいです。もう、もちろんもちろん、はい、神奈川県、ミッチーさん神奈川県出身で、ビオレさんは沖縄県出身の沖縄在住で。分かった、じゃあ沖縄の、はいはい、名字で綺麗な名前にしましょう。なるほど、うん、あれ沖縄の、多分ありますよどっかに。ライチさん、ソルティーヤビオレ。もうみんな作業にこだわってくれてる。ソルティーヤ、ソルティーヤビオレ、もう日本人じゃなくなってる。あ、うん、なるほどね。笹がけ、笹がけいいですね。しののめって好きだけどな。東に雲、あ、綺麗ですね。ね、しののめさんって言ってましたよね、しののめ、ね、うん、そう、しののめ、あ、綺麗ですね。好きです、はい、東に雲好きですね、しののめ。しののめさんよくない？しののめさんにしましょう。しののめさんよくない？しののめって東に雲なんですか？うん、そう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 。あ、しののめいいじゃないですか。あの、沖縄県在出身で在住だけど、親がどっちから？そうそうそうね。うんうんうん、今ね、いろんな名字がありますから、ね。そう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 。しののめさんで決まりました。しののめさん決まりました。はい。じゅんさん、あの、先浜さん、中村、中ん、え、中村、中んだかりさんとか、ご役とか、ガナハとかサクさんとか皆さん、いっぱい来てくれたんですけども、しののめに決まりました。しののめ決まりました。はい、じゅんさん、あ、でも私が言ったんだね、しののめ。漢字が良かったんだよね。そう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 、うん、しののめさんは東に雲で、しののめと読みます。そうなんです。あ、そうなんですよ、本なんで、うん、音よりも漢字の方がいいんですよね。あ、なるほど、うん、そう、うん、そういうことを言うのを忘れちゃいました。はい、はい、音よりも漢字、漢字のがいいので、あの、はい、しののめ、だから、ね、たかりんしののめって言ってもピンとこなかったんだ。そう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 なんですよ。なるほど、ね、だけどその東に雲っていうのを見たときに、あ、いいなと思って。あ、なるほどなるほど。あれ、こういう名字の方いっぱいいるんですか。この東の雲でしののめっていう名字、いや、あまりない。あ、な、え、多分ほとんどいないと思いますけども。いいですね、うん、しののめさんすごく好きです、うん、私の知り合いで一人いるんですよ。あ、しののめさんが、しののめさんが、この字で、この字です、この字です。へ、なのでそれで一瞬出てきました。あ、うん、あ、いいですね、しののめ。いいですよね、しののめ、ね、うん、名前ですよ、名前ですよ、名前、うんうん、名前はこれほらね、うん、皆さんのお力を借りたいですね、もうここも本当にもう、はい、さてですね、しののめ何にしましょうか ね、 ねえ。タンパチさん、しののめ研究所、しののめ達郎、ここはもう、なんですか、どうしましょうかね。しののめ、ものすごい綺麗に持ってきます。いや、ものすごい綺麗に持ってくね。おー、マジか、OK です。あれ、ちなみにそのしののめさんは下の名前は言うとまずい。いや、まずくないんですけどね、あの、これがね、さっきから思い出さないんですよ。言おうと思ったんだけども、あのね、みんなでしののめしののめって言ってたんで。あー、はいはいはい、はい、そう、しののめしののめって、しかも私もそんなに、あの、なんていうの、すごく小学校、中学校から仲が良かったって。女の子、女の子です、女の子です。あの、当たり前だと思うんだけど、親って絶対自分の名字に合わせてちゃんと、あの、名前決めますよね、うんうん、音、はいはいはい、絶対そうですよね、うん、そうですね。一応ですね、しののめは江東区ですね、東京の。へー、江東区の町名ですね。あと、しののめ駅があります、江東区しののめ2丁目にある。え、東京臨海高速鉄道臨海線の駅だって。そういうですか。しののめ駅があります、ね。ということで、なんかしののめいいな。しののめさん。しののめ。はい、しののめ、やっぱでも多分東京ってことは東京なのかな、その子も。あ、その。あ、でも北海道にもあるみたいです。あ、しののめさん。はい、しののめ。でも北海道のイメージが強いな。そんな感じでございます。なるほど。だからライチさん、マリンさん、タツいいですね。竜と書いて立つ、あの難しい方の竜ですね。あ、しののめ竜、しののめ立つ、音はいいですけどね、しののめ竜、音はいいですね、音はいいですけど、漢字はちょっとごつくなるかな。そうそうそう、ちょっと強くなっちゃうからね、うん、ね、そう、ね、あの、そう、
見た目が強い人なんで、うんうん、ずんぐりむっくりで。なるほど。だからギャップね。そう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 。たけちゃんさんありがとうございます。ケイカとかイオリ、そういう感じですよ、ね、そういう感じよね、たけちゃんそういう感じで、あのね、でもね男性ね、うん、ちなみに男性、うん、名前の読みは男性っぽくの方が良くないですか。そうですね。東雲は夜明け前の茜色の空のこと。素敵。え、なんかめっちゃいいじゃん。なんかいいっすね。じゃあ東雲茜男だけど茜くん、いいとこ来ました。いいとこ来てるでしょ。いいとこ来ました。いいとこ来てるでしょ。夜明け前の、茜色の空のことって、いいとこ来ました、ね、だからまさみとかひろみも、うん、女みたいな名前だけど男が、うん、男でいるでしょ。そうそういうことですよ。いいとこ来ました。いいとこ来た。やった。東雲茜た、茜かっこいいよね。それにしよっか。それにします。漢字もいいですよ。茜で男おかしくないですよね。全然いいと思いますよ。しかも漢字が漢字いいですよね。あの草冠にそう西なので全然いいと思います。なるほど。たけちゃんさん、うん、空ってきましたね。なるほどね。そうに、うん、でも茜良くないですか。茜、うん、にしましょう。たかりん、番組があと30秒で終わります。あ、マジで。あ、嘘。皆さん今日はありがとうございました。ということで、東雲茜でいいですか。東雲茜で決まりました。はい、ありがとうございます。あだ名がビオレさんのミッシーの恋愛対象の相手がですね、東雲茜に決まりました。ありがとうございます。たかりん、じゃあまた次第一週ですね。はい、よろしくお願いします。ミッシーとダイヤが1時間お付き合いいただきありがとうございます。また明日この時間、水曜日午前11時にお会いしましょう。またあちゃーやーたい。たかりん、時間大丈夫そうです。はい、あっという間でしたね。あっという間でしたね。あ、びっくりした。あれ、たけちゃんさん、空も可愛いですね。東雲空ね、だから夜明け前の空のことだからね、空って名前もいいですけども、清美もいいですね。あ、うんうんうん。でも茜さん来たんじゃない。茜くん、うん、東雲茜、うん、東雲茜に決まりました。あの字に字に書いてみるとすごい可愛いよ。これです、見えます。